솔직히 나도 어디서든 기죽지는 않아. 때론 내가 표정도 부리겠지만 넌 위험해 그 상냥한 말투로 다른 여자애와 다정히 말을 나눈다는 생각 그 생각만으로도 질투심이 완전 폭발 솔직히 말해서 넌 정말 잘생겼고 옆도 잘하고 모든 게 다 완전 very good 너 생각하는 내 머릿속에 bell 울려 breathing don't they just think about you think about you 2022年5月3日、富士本栖湖リゾートに芝桜を見に来ました。ピンクの幸せをテーマに訪れる人が、芝桜と富士山の風景を見て癒され、心が幸せで溢れるようにと思いを込めたそうです。富士山の芝桜、なかなか良いアイデアです。地上約 3.8 メートルの高さから海上を一望できる展望台です。空と富士山と芝桜の美しいコラボレーションを存分に味わえる、まさに特等席です。芝桜、約52万株もあるそうです。芝桜でダイヤモンド富士を演出してるなんてすごい。ピーターラビットイングリッシュガーデン。ピーターラビットの世界観が楽しめる首都圏最大級の英国式庭園が誕生。高さ約8メートルの展望塔からは庭園や芝桜の絶景を見ることができます。
ピーターラビットと富士山。ハート型の芝桜。本当に天気も良いし、絶景ですね。胸まで、ほら、綺麗でしょ。うん、おっぱです。よし、で行こう。WRX と富士山。走行5000キロを迎えちゃいました。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。